みゆき通中央商店街のくだらもん1区のコリアタウンは大阪府大阪市行区の区桃谷にあるみゆき通商店街とその周辺の通称。公式サイトでもこの故障が用いられている。大阪コリアタウン、イカやコリアタウン、桃谷コリアタウンなどとも呼ばれる。1993年からコリアタウンとの故障を使うようになる。それまでは朝鮮市場と呼ばれ在日韓国。 朝鮮人にとって食材、日用品などが豊富に揃う生活に密着した市場であった。その故障利用の際に、東、中央の両商店街にはそれぞれ、くだら三ん、通中王門が完成。カラー補装、街灯なども設置。多くの在日韓国、朝鮮人が生活する街として、その特色を際立たせた。その後、 2002年に環境祭のワールドカップサッカーの開催や韓流ブームの影響を受け、鶴橋駅西側一帯から続く大規模なコリアタウンとして有名になる。現在は在日韓国、朝鮮人はじめ地元の人々の生活スペースでありながら観光客が多く訪れるようになり、さらに知名度を上げるため2009年から幾のコリアタウン共生祭りが開催されている。 上町大地の東側の関係斜面一帯、現在の天寺区東部及び、陸野区西部は古代から九だ屋と呼ばれ、九だ滅亡と白月の絵の戦いの後、多数の九だ国人が移り住んだ地の一つとされる。奈良時代から平安時代にかけては、摂津国東成郡、住吉郡のそれぞれ一部を咲いて、 くだ郡が設置されており、現在の幾のコリアタウンのあたりもくだ郡軍否定地のうちに含まれる。くだら屋の北端には、まだ、河地湖が残っていた時代に伊カヒという港湾があり、西風に起因する高波を上町大地が防いでくれる良好として重宝されていた。日本初期、仁徳天皇十四年冬十一月上に伊カヒに橋を渡して、小橋と名付けた旨の記載があり、 朝鮮半島との交流が盛んだった古墳時代、かつ上町大地上に仁徳天皇の皇居が置かれていた時代の遺下室にはくだら滅亡以前からのトライ人の存在も示唆されている。なお、諸艦角から展示立ち名がイカ屋である。1910年の日韓併合を経て、1922年にチェジュ島と大阪をつなぐ直行便、君がよまるが就航した。 これを機に多くの朝鮮民族が労働のために日本へ渡航するようになり、大正期から高知整理や平野川改修工事といった土地区画整理事業が始まっていた異界の周辺が受け皿となった。大大阪時代における近郊農村の急速な都市化、工業化により、異界の周辺は昭和に入る頃には中小企業の密集地帯となっていた。なお、 イカイアが属した東成郡鶴橋町は1925年に大阪市へ編入されている。食樹が揃ったイカイアには自然と朝鮮市場が誕生し、それを核に商店街としてスタートしたのもこの頃である。1945年の日本の敗戦後、戦前渡航者の約3分の2程度は、チェジュ島に帰ったが、1948年に起きた。 チェジュ島4.3事件以降に再び多くのチェジュ島、出身者が日本へ渡航してきた。このような経緯から、戦前渡航者、再渡航者、戦後渡航者に散分されるが、いずれも当地の朝鮮市場を中心に生活し、日本最大の在日韓国、朝鮮人の集中地になった。コリアタウンに来れば、韓国、朝鮮人にとって必要なものが揃う。 地域に密着した商店街として発展した。現在幾のくの区の総人口129,554人に、対し外国人登録人口は27,669人である。常述の古代の出来事と近代以降のコリアタウンの形成に関連性はないが、くだらにゆかりのある土地柄から、三ゆき通商店街にはくだら門が建てられている。ありがとうございます。